ババコンが復活で絶頂なスワということで、どうも、鍋蔵です。はい、ということで、今回はカプコンのね、TGS のステージで、ババコンが復活が、もう、脱粉のごとく、お披露目されたんすよ。もう、これ、だって、モンハン界でうんこといえば鍋蔵だし、モンハンの中でうんこといえばババコンガじゃないですか。もうつまりババコンガイコール鍋蔵といっても過言じゃないぐらい相性がいい存在。そしてババコンガモンハンダブルクロスで登場して以降、久々のね、約10年ぶり。まあ、ダブルクロスだから、まあ8年ぶりぐらいか。あ、9、8年、8、9年ぐらいで。もうすごいんすわ、感動ですよね。ヤンクックの復活もね、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、何せヤンクックはあのモンハン G で、俺が初めてのモンハンであるモンハン G で約1週間苦戦して絶望したバケモン鳥ですから、バケモンバードだったんで、それがね、クロスシリーズ以来10年ぶりの復活っていうのはもう絶頂だったんですけれども、やっぱりあのババコンガが復活するっていう事実、これはもう、まろび出るしかないでしょ、脳汁がブリブリブリギッチョン。で、ババコンガの情報なんとなく見漁っていたら、ババコンガってさ、あんな毛がふさふさだったんだね。なんかここら辺の毛がさ、なんかその、ラージャン的なマッシブな筋肉なんかなと思ったら、ここら辺って結構ふわふわの毛なんだね。なんか手がもはもはの毛で、めちゃんこびっくりしたんすよね。で、TGS の映像ではババコンガのうんこ投げのね、映像はちょっと確認できなかったんですけど、おならと悪臭ブレスから漂う、すんごく臭そうなうんこみを感じるあの演出というか、グラフィックというか力の入れ具合。カプコンさん、やっぱりあなたモンスターの糞っていうアイテムをね、大々的に実装しているからには、やっぱりその、排泄物に関する、やっぱり生態系をね、構築する、もあの生き物がうんこをして土壌が形成されて木が育ち自然が育ちそこで生態系が形成されてモンスターが生息するんで、やっぱりうんこから始まると言っても過言じゃないんですよね。やっぱり大地があってうんこがあって俺があるみたいな、そういうところでババコンガと俺っていうのは魂でつながってるのかなっていうね、全く意味がわかるかわからないかっていうその二択なんですよね。この今の話を聞いてる視聴者の方は、え、鍋蔵は何を言ってるか全然わかんないっていう人もいれば、鍋蔵それだよ、自然ってそういうことなんだ、やっぱ大自然って、大団長が言ってた、大団長が言っていた大自然ってそういうことなんすわって思ってる人もいると思うんで、まあそれはまあいい塩梅に分かれるとか、まあそれはまあいい塩梅に分かれるとして、なんでやっぱりそこのあの臭そうなグラフィックのこだわりっていうのはすごい感じれたんすわ。なんでやっぱり製品版体験版でもしババコンガで戦えるとしたら、やっぱりうんこ投げのモーションとか、うんこの投げられたうんこのそれが地面に当たって広がる感じとかね、そういうのちょっと期待したいんすよ。で、あとなんと今回ババコンが追い詰められるとテュリフを掘り出して、で、このテュリフを食べるとブレスが強化されて全種類のブレスが使えるようになってしまうという、もうトリフってそんなにすごいキノコ。いや、確かに高級だよ。俺も人生でまだ 1,2 回しか食ったことないけど、そういうもんではなくないかっていう話。まあ一応ババコンガってニトロだけによる火炎爆炎ブレスと、毒天狗岳による毒ブレス、麻痺ブレス、あと麻痺岳の麻痺ブレスもあるかな。で、メインの悪臭ブレスがある。まあ、4種類の状態異常一気にやってくるなんて、もう、エスピナスを超えたもう状態異常の猛者中の猛者なんすよ。で、あと結構なんかブレス系のモーションも変わっていて、毒天狗だけを食べた後、なんかジャンプで距離を一瞬で詰めて、素早く毒ガスをブワーって撒くシーンもあったりして、まあでもその前にはね、口の周りが、あの、毒ブレスが漏れ出してるんで、まあそういう感じで相手をよく観察すると、まあ相手の予備動作がわかるというか、次の行動が読めたりして、結構ババコンガ自体も、新モーションが増えていたんで、純粋に戦うのが楽しみですよね。
ぱりあの今作結構モンハンクロスシリーズ結構つってもあのヤンクックとババコンガしかまだ出てないけど、なんかあれですよね、モンハンクロスを最後にモンハンワールドライズでリストラされたキャラクターが続々と、まあ、まさに昔のモンハンを象徴するようなモンスターがね結構再登場しているんで、これはもうね、待って、モンハンクロスシリーズを最後に出ていなくて最近出ていない、はぶられていて、え、これがガメンタ？ライゼックスは出てるし、もうレダウト被るから出れないでしょ。で、ディノバルドも実質ケマトリス。で、タマミツでも実質ウズ・トゥナ。え？ガムートだけ枠空いてる。モンハンクロス以降出ていない。めちゃくちゃマップが広い。え？いやもうこれガムート参戦濃厚なっすわ！